はい、烏帽子型古墳、まっすぐですね。神社もまっすぐ。神社右、右がちょっと降りられんな。はい、まず行きましょう。今、スマホがね、言うこと聞かんでね、今こっちにビデオに変えたんだけどね、この広場。あれ？ここのこと？ここのことですか？ここに古墳人形って書いてあるんだけどね。ここのことを言うてんやろか。登られへんしね、これにはね。古墳らしきも何にも見当たりませんねけど。まさかこれが。あ、これがそうかね、これが。はいはい、これがそうらしいですわ。うん、こうやって見るとね、古墳の形してますね。だからこれこれね、これこれ。これこれ。これね。復元予想図。横穴石棺ね、どこあんのか石棺は。ここまで来たんだけど、今どこんのやろうね。古墳広場、こんなとこんの。あのルートはどうして行けんのかね、現在地。はらーっと。わからんな、これじゃな、わかりづらいぞ。降りてもやろ。やっぱ帰らなしゃあなくね。これ、これ、これです、これ。これのことを言うてありますね、古墳寺でね。で、横に古墳の広場があるということですね。じゃあバックしましょうかね。向こう、降りて向こうのメインスロー行きましょうか、次は。なかなか広いんですよ、この公園ね。初めて来たんだけど。371号とか通ってるとね、山が見えます、右手にね。三日市を見て、望んでね。だから、普通の山かな思って、通りましたけどね。そこから右に降りて、で階段をメインスロー行ってみましょうかね。今、土塁が見たんで、あとなんかあとないかね。あれ、古墳見たら足が。足がちょっと遅くなったぞ。ね、古墳を見るとね、足がね、ちょっと遅くなってますわ。15、6世紀にはね、この山、山城で、ね、そこの一族がいろいろ揉めて、っていうふうに書いてあったね。揉めて揉めて。結局、織田信長の時代にね、そこの方にね、統治されたみたいだけどね。ここから、おお、これね、いや山城がああいうふうに、こうできる、なるほどね。な、これをまっすぐ上がるか。ここから下降りて上がるか、どうする。なんもなさそうやな、降りて上がってもな。ただあそこ、ずーっと上がれんねんな。上がれんねんな。もう、なんもないで、こっちから上がってみようか。もう本丸広場だね、本丸広場で。ね、本丸広場で上がってみましょうか。本丸広場にね。山道でございます。え？こんなとこ降りてきたかな？降りてきたんだろうな。来たんだろうけど、ね、覚えてないわ。こんな階段よくあったっけ。危ないんでね、左手は開けてやんね、今ね。まあよく転ぶんでね、滑って雨の後はね、危ない。はい、
はいはい、これが上司右ね、はい、右ね、右行ってみましょう。右だそうです。ああ、ここ先来たな。はいはい、ここ来ましたよ、さっき。ゴーヤガイドね、これが全部これね、ずーっといたらゴーヤガイドに行くね。ね、これやめてこっち上上がりましょうか。上上がると本丸とかなんかあるんやろね。この辺もずーっとこう土塁だそうです、これ。ね、ね、土塁。これもそうです、土塁。この上は建物建てれるやろね、土塁の上はね。昔の戦争はね、立てこもって、ね、やるのが多かったみたいでね、城を大事にしたいうて。あれ？あれ？これ？これやね。本丸広場見当たらんね。どれ？黒は。どこだ？なんで？本丸はどこ分からんね。この辺も土塁ですね、これ。ね、これ本丸だとか。あの石垣があるような本格的なお城じゃなくてね、簡単なお城だったみたいですね。山城の場合はね、そこ置いて。これが来るわ。来るわですね、ここは。本丸どこだろう。黒は本丸は、この下は住宅街ですけどね。いやー、木がいっぱい倒れたやろね、これ。本丸とか分かりません。黒は本丸と書いてないね。お城高そうやね、ここ。おお、高いね。おお、あそこなんかあんな。あれ見ようか。この石は何だ、この石は。これどちらになるんだろうね。生駒山六甲山。見えないね、生駒山六甲山ね。高安。こっちが北を見てますよね、今、北をね。ということは、あっこにね、ピエルン島が見えるね、あれ。ピエルン島じゃん。どこや、ピエルン島は。ピエルン島はこの辺見えるんだけど、ここね、これピエルン島です。ピエルン島、ね。ちょっと北を見てますよ、これ。ね、ずっと住宅街で、あそこ上司にね、羽根が外側やね。こういう感じでね。よしよし。ここにね、天石が残ってるんで、これなんか建物あったでしょうね。ね。これは、セメントで固めてあるから、残ったやつじゃないね、これ。後でやったやつやね。ね、後でね、やったやつですわ。ね、これ。鈴木建物跡。小さい建物やったよね。うん、なるほど。ここは、あ、これは当時の形かな。おお、建物ほとんどないねんな、これ。まあこの予想で見ると建物大きなほとんど見当たらんで、これ。
今どこにあるんだ。こっちの上があるのかな、これは。だからここに来るわ。これを攻めんでやってやるからな。攻めんやから、これもやっぱやんなわしですよね。これ、登れるようになってるけど、これ石、ね、これずっと礎石の跡やるけど、やんなわしますわ、ね。で、この下を見るとだいぶ高いですわ、これ。何メーターぐらいあるかね、この下。ね、10メーター以上あるね、10何メーターぐらいあるね、これ、下でずっとね。敵が上がってこんようにね、攻められんように。はい、ほんでこれ降りられへんの。あら、降りられへんねんな、これ。あらあら、これは降りられんぞ、これ。これ危ないな。え、これはちょっとやっぱりここだけで見ても5、6メーター、7、8メーターあるかもしれんな、これ。でやっぱりバックしましょうか。これはセメントです、下は。まあ、それ以上はね、残すためセメント打ち当たるか知らんねんけどね。ちょっと、え、どこまで行くの、そこまで行くの、覚えられへんの。あらあら、こっちからね。はい、わかりました。違う、両者は。ここが一番上ということは、建物はほんまにね、小さい建物に建てられませんね。この辺は建物は建てなかったのかな、ほんなら。建てたやろな、この辺までは。で、その下が土塁やから、ずっとね、ずっと、ああ。右の方も土塁やから、あの崖になってるけど、右の方はね、これね、あの向こうは崖になってましたからね、全部ね、天然の要塞でございます。こうやろ、高野街道 P、 これ右行けるの。え、右行ける。右から行きましょうか。これ、こんなとこ来たっけ。お、怖い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 わ。これ木がいっぱい倒してありますけどね。古墳が1基しかなかったんかね。あとはもうみんなね、山城ですかね。もう土塁ばっかりですわ。え、こんなとこ来たっけ、歩いたっけ。いや、記憶ないね。ここ歩いたんやろか。はあ、現在地。もう土を持ってはるもんでね。やっぱり10メーター、8メーター、10メーター、うん。うん。穴掘っては困りますよって書いてあるね。ここ先来たんかね、全然記憶ないんだけど。ここやろ、これが一番上やんな。よしな、ここ行ってみよう。いや、記憶ないぞ、これはね。こんな水が溜まってるとこなかったな。ということは、来た道と違いますよ、これはね。あ、そっから曲がれんねや。堀内障壁、堀内障壁のこれを、ここね、もうちょっと垂直だったんだろうね、まあ、昔はな、組めたのかしらね。で、こっちは左行った万博広場。うん、これ行ってみましょう。
ちょっと水がね残ってますから下ね。ベトベトですわ。小屋ガイド。小屋ガイド。万博広場。俺はどこ行くんだろうな。帰らないかんからやな。この辺下降りた方が早いんじゃないかい。これ降りてみようか。あ？これは降りたら行けんのかな。あ、行けるね。あ、さっきのお姉さんが降りてきたとこやわ。こんな下、こっちから行きましょう。反対から。下歩いたとこやわ。ちょっとやっぱり道が、ね、通った道だよ。おもろないやろ。違う道を歩きましょう。ここはイノシシおらんみたいやね。川内長野やったけど、どこやったあれ。あれ五条かね。五条でイノシシがね、うろん。あの、展望台の下にね、ガタガタガタ動いてたね。で、画像見てわからんかったな、あれな。小屋ガイド。万博広場。これはまたどうするの、万博広場。これは滑るね。これ降りる？こっちから行ってみようか。あまりの急やからさ。おうおう、また登りがあんの。万博広場見当たらんね。まあ木はものすごい勢いであちこちが倒れとるね。すごいねこれは。こんなあの台風ひどかったんかね。これを掘り切り、あ、もう掘り切りね、こっちね、左行きましょうか。こんな真ん中に立てたりかんの、ね、標識をね。左行って、また飛び上がる。下やけどね、こちらの方やけどね、駐車場は。遠なってるね。これ冬の山歩きにはちょうどいいかもしれないね、ちょっと運動にはね。あの、下、水濡れてるから、あの、登山靴か運動靴履いておかなあかんね。今日なんかね、カジュアルスーツ履いてるから。ここ行って、だんだん遠くなるんじゃんのこれ。小屋ガイド B。小屋ガイド B。これ俺で言うの？むっちゃ言ってるな。階段できてんのか。階段あるのあるの見えんかっただけやわ。これね、ただね、万博広場がどこあんねやわ。こっちか。あ、こっちまで行ってみよう。おお、葉っぱで見えなかったねや。階段立ってましたわ。万博広場までちょっと行ってみましょうね。この辺は竹が多いね。竹がいっぱい見えますね。まだまだか、万博広場。広場いうぐらいで広いんでしょうね。すごいこと。ね、のっぱらの広いとこあるんだよね。竹。竹やぶでございます。竹を生やしてございます。その万博広場がなかなか出てきませんね。こっちからね。どこですのやろ。お、これ古墳よ、これほら。何でも古墳に見えるね。盛り上がって見えるとね。はい、これ歩いて。はい。万博広場。ここありますの。そこ下が万博広場。おうおう、広い広い。やっと着きましたね、万博広場に。なんかいろんな遊具があるみたいだね。ちょっと見てみましょうかね。ちょっとこの辺は滑るね。よいしょ、余裕せないかね、ここね。滑るから。ほうほう。おお、あそこマウンドになってるぞ、ほら。ほら、古墳みたいになってるぞ、これ。これ。ね。古墳じゃなかろうね、あれ。
はい、万博広場です。おお、ロープもあるよ、ロープも。さあ、遊びができるよ。はい、ね、これ上に上がってみましょうか。いや、下も腐ってるね、これ木が。これ腐ってます。おお、アスレチックもできますよ、これ。あ、ちょっとね、ちょっと木がだいぶ年齢が経ってもう腐りかけてますね。こう土もね、もう落ちてまって、ほら、まだ大丈夫やろうけどね。アスレチックですよ、これ。面白そうですよ、これアスレチック、これね。こんな歩いとらんで危のでな。ここちょっと行ってみよう、ここ行ってみようか。行けるか。行けるな。こうちょっと怖怖いってんだけど、よいしょ、これ。おお、万博広場。横はすぐね、住宅街でございますんでね。ね、ほら、古墳、そっくりの古墳ですわ。円墳ですね、円墳。高さが2メーターぐらいの円墳でございます。おお、ここからも降りれるんだよ。ずいぶんもう、ね、木々がもう腐ってますんでね、年月経ったんですね、これ。あら、どうやって降りる、これ。こら、降りられへんぞ。こっちが降りるか。こう、こう、いや、危ないな。こっちへ行こう。アスレチック広場、何て書いてある。乗車とやっぱなってるね、ここ。ら、ここにしていくかいね。おお、こんなんで、ほら、これほんまにもう古墳が目の前にあるような感じ。古墳かどうか分かりませんね、これね。こんな感じですよ、古墳の。古墳ね、何も書いてない、何も書いてないか。あ、歴史が書いてあるんだ、これ。歴史がね、なんで1560年、1460年から1584年、まあ150年ほど間、いろんなことあったけど、いろいろ大変揉めたらしいね、これ。こんなんで、これ、これ前景が、前景がこんなんです。これ子供連れてくると面白いかもしれないね、これね。アスレチックもあるしね、お弁当持ってくるといいかもしれない。おお、この上も上がれんの、これ。そこも上がれんの。いやいや、ほんでここね、この上も上がれんねんな。ちょっと今日はもうくたくたやか、下降りましょう。ああ、ここ駐車場や。はいはい、分かりました。駐車場のこっちがね。あら、ここも車通ってへんかいね、これ。どこ上がれんの？いや、上がれないね。ああ、広いですよ、これは。ね、子供が小さい時だったらおもろかったらよね、こんなとこ。ああ、着きました、着きました。駐車場に。ずいぶん遠くまでございましたね。これで一周ですよ。あ、こっちは入れないね、車ね。入れないよ。ね、そこがプールがある。さっきの人やな。さっきワンコ連れてはった人やな。うん、建物は土塁とか建物、あと礎石はあるけど、あと何もなかったね。あとは階段か。階段やね。で、ここはもともとほらプールがあったんだよ、ここ。
なんだ。ここプールがあってね、立ち入り禁止になってます。ね、今は使われてませんわ。